皆さんこんにちは、ペソでございます。ケンシさんで統一を目指す天正記念64回目やっていきましょう。ではね、言ってましたように、まずここの5条からで、そうやね、立つね、開けときゃなんとかなるか。はい、行きましょう。メインは岡というの方にいるんで、あ、暗殺しようとしてたね、誰かを。龍蔵寺さんか。で、一部はね、こっちから行きましょう。
空白なんでね。もう一人ぐらい入りゃいいか。
あとはねもう撮るだけなんで、ここはさあどう行こうかね。サントロスよか、はい。間違えた、混乱を。よしよし、で、宇治屋さんに飛ばしとくわ。
ああ、元内さんやんね。今気づいたけど。じゃあ削れたから、混乱が効かなかった。ああ、マサイさん厳しいな。
よしよし、うん、ごめんなさい、むせちゃった。あ、もう取らせようか。うん、ね、磯尾さんに。はい、ああ、ケンジさんめっちゃ減ってたわ。30やって。ああ、間違えた。伊手さん。まあ、14ターンあるから、なんとかなるか。
2ターン、そうやね、あと2ターンあったら終わりますね。これで入場、はい。でもう1ターン目、半面さえ取らせようか。はい、おしまい。さあ、丸30分かかっちゃいましたけどね。小島さん、安政さん、あ、正康さんね。あで、大西さん、戸川さんね。で、利久さんね。お、来た。太郎さんで、これは四国のね、長宗我部派でしたよね。でもお隣さんね、来る、来た、ホイタさん、あー、この人いつも来ないな。エムラさん、はい、あー、龍蔵さんね。おはい、ということで、ここで今回は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。